どうも、坂本整体院です。寝たきりになりやすい人の特徴的な体重のかけ方って、ほぼ、つま先立ちやつま先歩きになっていくんですね。つまり、つま先に重心が寄るっていうことですね。実際今この動画見てるあなたも、つま先重心になってるんじゃないかなと思います。で、あなたが考えている以上に、つま先重心っていうのは、体を蝕んでいくんですね。このつま先に重心をかけていくっていう行為なんですけれども、なんでつま先に重心をかけていく、つまり体重をかけると、それが寝たきりと関係してくるのか、そこの部分のメカニズムとですね、それに対する対処方法っていうのを今からお伝えしていこうと思います。じゃあ早速お伝えしていきますね。はい、じゃあまずつま先重心、つま先立ちやつま先歩き、つま先に重心が寄っちゃうような生活習慣ですね。これがなぜダメなのかっていうことですね。まず体の中で何が起こっているのか、どこの部分に負担がかかるのかっていうことを最初まずお伝えしていきます。これって体のこの前側ですね、この前側の筋肉に負担がすごくかかってしまうんですよ。で、前側の筋肉って何のために必要なのかっていうと、歩くとかですね、生活前に進むっていう動きの時に特に働くんですね。ここの筋肉につま先重心になってしまうことですごく負担がかかってしまうんですよ。で、この状態をあなたも一度作ってほしいんですけど、こういうふうに前に重心を寄せていってください。極端にかかってくるのってここら辺のはずですね。これで生活するとここにばっかり負担がかかるんですよ。つまりは筋肉名でいうと、ここにある大腿四頭筋っていう筋肉ですね、とここの腸腰筋って呼ばれる主にこの2つの筋肉ですね。で、この2つの筋肉って歩くとかですね、生活の中ですごく大切な筋肉になるんですよ。ここの筋肉がちゃんと働いているから柔軟に歩くとかですね、そういう動作ができるわけなんですけど、ここの筋肉に常につま先に重心が寄ってしまって負担がかかり続けると、筋肉ってずっとこういう圧を食らうわけですから硬くなっていくんですね。硬くなっていくと今度筋肉が動かなくなっていくんですよ。筋肉が動かなくなるっていうことは、日常生活の中でもそこの筋肉が働かなくなるっていうことなんで、日常生活にすごくマイナスになってしまうんですね。でなんですけれども、じゃあ日常生活でここの筋肉が動かないってなると、日常生活での動きっていうのがですね、どんどん不安定になっていくわけですよ。さらに実はここの筋肉ですね、硬くなることによって膝とか股関節とか腰っていうのも痛みやすくなるんですよ。体を痛めてしまうとどうなるのかっていうと、当たり前ですけど動く量って一気に減るんですよね。痛みで動けなくなっていくと、それはそれで寝たきりのリスクに発展していくわけなんですよ。つまりこのつま先で立つっていう行為ですね、つま先に重心を寄せちゃうっていうのは、歩くとか生活するために必要な筋肉を著しく硬くしてしまうっていうことと、筋肉が硬くなってしまうことによって、それがいずれ関節や腰の痛みにつながっていって、そのせいで痛みで寝たきりになってしまう、この2つの要因があります。なので歩くために、生活するために必要な筋肉を硬くしないためにも、つま先重心ですね、つま先に体重をかけないようにするっていう意識を持ってください。で、次なんですけれども、なぜ寝たきりになる人はつま先重心になっていきやすいのかっていうことですね。つま先重心になっちゃう理由っていうのは、自分自身が歩くことに不安を覚えるからなんですね。もしくは一度こけた経験があるとか、こけそうとかですね、そういった思いがある人ほどつま先重心になっていくんですよ。で、それを回避しようと思ってつま先重心にしている、このつま先重心が実はその行為ですね、こけるっていうリスクを引き寄せてしまっている。ここをしっかり理解してほしいんですよ。このつま先ですね、ここに体重を乗せていきたくなる理由っていうのは、ここでまずこうぐっと踏ん張りたいっていうことなんですね。これがまず一つあるんですよ。あと、歩幅を広くしたくないっていうのがあるんですよ。こうするとこけるんじゃないかなとか、歩くのに不安があるとふらつくような気がするとか、怖いとかですね、そういう恐怖感っていうのが生まれてくるんですよ。そうなってくると、ここの幅を狭めたくなるんですね。で、しっかりこのつま先でグッて地面を踏みしめたくなるんですよ。これがやっぱり安心するんですね。この安心感が欲しいから、こうやって狭くつま先でこうそろそろ行きたくなるんですね。こんなんするとそのままズテンって行くんじゃないかなっていう怖さが出てくるんですよ。でも先ほどお伝えしたように、この歩き方することによって、ここにですね、ここの筋肉とかに負担がかかっていって、余計にここの前に進む筋肉が
動かなくなっていくんですよ。余計前に進む筋肉が動かなくなっていくと、もっともっと歩くのに恐怖感が生まれてくるんですよ。もっともっと歩幅狭くして、もっともっとつま先でこういう風にこういう歩き方にしたくなっていくんですね。だから高齢者の人、どんどん寝たきりになっていく人っていうのは、どんどんこういう風にかがんでいくんですよ、遅く遅く。でも年齢重ねても寝たきりにならない人って、ほとんどの人の歩き方っていうのが年を重ねてもこうやって歩けてる人なんですね。やっぱりこの歩き方、一見守ってこけるリスクを減らしているように見えますけれども、実はここに負担をかけることによってどんどん自分で歩けなくしていっている。挙句ここに負担をかけることによって関節へのダメージも与えて、痛みのリスクも引き寄せている。で、この歩き方に変えていく人たちってどうなるのかっていうと、大体どっかでこけるんですよ。これはもう僕がずっと見てきた中でみんなそうなってますから間違いないです。こけるか、どっか痛くなって動けなくなるか、どっちかなんですよ。どっか痛くなるっていうのは、先ほどもお伝えしたように、こんな無茶な歩き方してることによってどっかに負担かかるから、いずれ痛くなって動けなくなる、これはわかるんですけど、こけるですね。この歩き方してる方がこけないって思ってるかもしれないですけど、まずそれが大間違いなんですよ。こけるんですよ、こっちの方が。二輪車ありますよね。あれむちゃくちゃゆっくり走らせたら倒れるじゃないですか。ある程度スピード出してあげた方が倒れずにスーッと進めるんですよ。人間の体も一緒なんですね。こうやって歩幅小さくして、恐る恐るゆっくり歩いた方がふらついてこきやすくなるんですよ。さらに足上がらなくなりますから、すぐ物に引っかかるようになります。足よくね、高齢になって上がらなくなってきたんですよって言ってる人いるんですけど、違うんです。上がらなくなってるんじゃなくて、自分で上げないようにしてるんです。なんでかっていうと、足上げるとふらついてこけるんじゃないかなっていう恐怖感があるから。足を上げれないんじゃなくて、足を上げるのが怖いんですよ。それをまず自分で分からないといけない。足上げれないって勘違いしてる人いますからね。これぐらいの足なんか絶対誰でも上げれますから。で、足が上がらなくなる理由も、もう自分でつま先でこうやってつきたいと思ってるから、早く地面につきたいんですよ。足、自分が片足でもう無意識に痛くないって思っちゃってるんですね。ここをまずしっかり理解してください。こけたくないとか、歩くのが怖いとか、不安があるっていう、その気持ちがあるせいでこういう動き方、つま先重視になっていくんですけど、それするせいで余計それを引き寄せてしまっているっていうことを、ここでしっかり理解してください。じゃあそれを解消していくためにどうすればいいのかっていうことなんですけれども、これは単純で、恐怖心を少しでも消して歩き方とか立ち方を変えていくっていうことです。じゃあいきなり歩き方から変えるのはちょっとしんどいですっていう人は、まず立ち方だけでもいいですから変えていきましょう。立ち方なんですけれども、立つときはですね、ここのつま先ではなくて、ここですね、この内くるぶし、ここあるんですけど、この土踏まずのあたりですね、ここの下のあたりに体重を乗せるようにしてください。こうつま先に乗っている重心を、土踏まず内くるぶしの下あたりにですね、体重を乗せるようにしてください。つま先重心になる人っていうのは、合わせてここのね、横のこの幅が狭いことが多いんですよ。思いっきり狭めてもらったら分かるんですけど、バランス取りづらくなりますよね。ある程度広げて立ってください。肩幅ぐらいまで。こうすることで安定感っていうのが出ます。歩き方まではいきなり変えれないっていう人は、まずこの立ち方ですね。この立ち方に変えていってください。で、つま先に重心をかけないっていうことをね、まず日常の中で意識できるようにしていってください。で、これができる人は歩き方もですね、こういうふうにつま先に重心をかけないような歩き方に変えていってください。歩くときはどこからつけばいいのかというと、つま先ではなくて、かかとですね。かかとから地面につくようにしていってください。かかとから地面につけるために、歩幅っていうのを広くしてほしいんですよ、少し。ここがちょっと怖いかもしれないですけれども、かかとから自然につけるぐらいまで、歩幅っていうのをまず広くしてください。なぜかっていうと、かかとからつきましょうってよく言われるんですけれども、この歩幅でかかとからつけようとすると、どうなるかっていうと、こうなってこういくんですよね。こういうかかとの付け方になっていくんですよ。これをやっちゃうと、ここの前側にすごい負担かかるんです。これもやってください。今の自分の狭い歩幅で無理やりかかとから付けようとすると、絶対こうなりますから。こうなるとここの前側にむっちゃ負担かかりますから、これはこれで体故障させるんですね。しかもこれ安定しないんですよ。で、スピードも速くならないから、こんな歩き方になるんですよ。かかとだけ無理やりつけた。無理やりかかとをつけるんじゃなくて、自然にかかとがつかないといけないんですよ。ってなると、歩幅って絶対にかかとつけれるぐらいまで広くしないといけないんですね。つまりかかとが自然につく、この歩幅、自分で素直に足を出して自然に足の力を抜いてかかとがつけれる、この歩幅ですね、位置を見つけてください。
つまりはかかとをつけなければいけないんですけど、そのかかとを自然につけるためにその前段階として歩幅をある程度広くしてあげないといけないということです。で、歩幅を広くすることによって歩くスピードっていうのも前より上がるんですね。歩くスピードが上がると片足でいる時間が短くなるんですよ。こんな歩き方してる方が片足でいる時間長いんですね。だからふらつきやすいんですよ。早く動いてあげた方が片足でいる時間が短いんですよ。つまり安定性増すんですね。さらにこの横に倒れるこのふらつく勢いより前に進もうとする力の方が強いからふらつかなくなっていくんですよ。つまりこけづらくなっていくわけですね。で、この歩幅を広くしてあげることによって実は足もこうじゃなくて上がるんでつまずきにくくなるんですよ。つまりこけて寝たきりになってしまうリスクっていうのをぐんと減らせるわけですね。さらに体に無駄な負担がかからなくなるので、痛みによって動けなくなって寝たきりになってしまうリスクっていうのもぐんと減らせるんですよ。この歩き方いきなりできないっていう人は、家で壁に手をついて、壁で支えて、こうやって歩いてください。一歩二歩とかでもいいです。練習で構わないんで、それとか生活の中で、いきなりこれをやってるのに全部の時間をですねいきなりこれに変えろっていうのは無茶があるので、ほんの少しでもいいです。1日5歩とか10歩でもいいですから、それを少しずつ1日1日増やしていく。今日10歩なら明日15歩、明後日20歩みたいな感じで少しずつでいいんで増やしていってください。つま先に重心を寄せてしまうっていうのは、そもそも元々は大体が恐怖心とかそういうところから来ているので、この恐怖心を消すためにどうすればいいのかっていうと、自信つけるしかないんですね、自分自身が。で、自信ってどうやってつくのって言ったら、小さな成功体験を積み重ねることでしか自信ってつかないんですよ。つまりあなた自身ができたっていうこの自信をですね、小さくてもいいですから積み重ねていくことでしか恐怖感消せないんですよ。そのためには行動あるのみなので、今回この動画を見てですね、今日もしくは明日からこの動き方を意識して寝たきりにならない体づくりに励んでください。ではチャンネル登録もよろしくお願いします。